ったんですよ。私にしては珍しいアクセサリーを買ったんです。私にしてはすごいね、珍しいアクセサリーのなんていうかな、種類買ったんですよ。めっちゃ可愛くないですか。でもこれ見た瞬間可愛いと思って買ったんですけど、二重ネックレスですねこれ。でもなんかね、こういうやつやな。可愛くない？可愛いですよね。私にしてはすごい珍しいテイストの鎖。あと今日はお洋服を、ね、買ったんですけど、お洋服2着買ったんですよ。いやー、2着買ったんだけどさ、よくわかんないんだよねこの服。なんか待って、丈短いやつ超可愛いじゃんと思って買ったんですけど、なんかね、紐がついてんのよここに。何この紐みたいな、何で使うのこの紐みたいな紐があって、超長いのよしかも。何これみたいな、何この紐どういうことみたいなこれめっちゃ可愛いじゃん。で丈も短くてお腹が出るくらいなんですけど、何この紐、え犬、これ犬なんかな、こうやって持って歩くってこと、犬の散歩みたいな。それかお腹にぐるぐる縛りつければいいのかな、そんなことある、何これみたいな何これみたいな。こうやって持ってさ、なんか一緒に歩く友達とかにさ、こうやって持ってもらったらさ、犬の散歩みたいになるんかな、そういうテイストっていう服がね買いました。あ、落としちゃった。で、あと一着がこれはでもね、可愛いんですよ、これは。ちょっと待ってね、これはね、ワンピースです。可愛くない？春用ワンピースです。超可愛いですねこれは。後ろはねこんな感じ、リボンになってます。めっちゃ可愛くね、買っちゃった。超可愛いのこのね、ネックレスも可愛いし、可愛いですよね。キュンときた大好き、チャン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 、チャン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 。はいはいはい、お兄様の仰せのままに。さっきの日もと雰囲気だいぶ変わる、だいぶ変わるよ。なんかね、最近なんかしっかりしないのよね、系統が。5万貯金は、え、だって1ヶ月2000円やもん。今日しなくても別にいいもんと思ってしなかった。今日は今日なんとですね、またもや、もうまたもや、もう皆さん聞き飽きたと思うんだけど、またもやちょっと人助けをしちゃったんよね。人助け、まあ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 ね、まあ人間として当たり前のことなんだけどさ、やっぱまあ人として
私も一人の人ですから、当然のことをしただけなんですけど、まあ人助けを、まあ結果的に人助けをしたっていうことになってしまっただけであって、別にそこまでの経緯はもうあれなんですけど、まあどういうねシチュエーションかをね説明しますと、今日ねお買い物に行ったんですよ。私お買い物に行って電車で行ったんですよ。でね、切符をね買ったんですよ。切符買ってたらおじいさんが来たんですね。すいません、ここに行く駅はいくらかのって言われて、あ、このそこだったら230円なんでここです、230円のところを買ってあげて、230円のボタンを押してあげて、あ、ここにお金入れたんで出てきますって教えてあげたんですよ。でそれだけだったら、まあ、あ、それだけみたいななるかもしれないんですけど、駅のねホームがどこか分かんなくて、おじいちゃんがうろちょろしてたんですよ。うろうろしてて、だから、あ、そこの駅だったら多分ここのこの南蛮線です、南蛮線のとこです、次の駅です、教えてあげました。もうそんなみんな褒めなくていいって、当たり前のことしただけだから本当。そりゃさ、やっぱ困ってる人ってほっとけねえよな、困ってる人ってやっぱほっとけねえっつうか、困ってる人をほっとくのって性に合わねえんだよな。うんうん。っていうね、人助けをした後に、あ、いいことしたと思って、2号車に乗ったんですけど、なんかいいことしたなと思って、いい気分でね、すごいいい気分で電車で座ろうと思って、着いたから座ろうと思ってパッて見たら、同級生カップルが手つないでた。そう、手つないでて、マジかよ。しかも向こうもね、部屋に気づいてパッて手離したのよ。いや、マジかよって思って、あ、その、 男の子側が誕生日だったから、あ、ハピバ3文字もハピバっつって、前に座ってニヤニヤしときました。そう、部屋に気づいてパッて話してた、お手手を、申し訳ない、カップルの邪魔をしてしまって申し訳ない。そう、はって話してて、ハピバッつってハピバッつって前に座ってニヤニヤしてました。前に座っときましたみたいな。そこ男の子横さ、空いてなかったんですよ、男の子の横が。いや本当は座りたかったんだけどさしかも彼女さんのことあんま知らないのよ。その遊んでる時に何回か、共通の友達が多いけど直接は知らないから、まあ遊んでる時に何回か会って話したくらいだから、男の子の方は中学の同級生で仲良くて、なんかねだいぶ気まずかったよね、あ、みたいな、あれみたいなそう、だからちょっとニヤニヤしておきました、こうやって。あと同級生に LINE で報告しました、〇〇と〇〇カップルの前座ってるなうってほんと申し訳ない。お手手つないでたのに、せっかくケオちゃんが来たからパッて話してた。でも見ちゃったんだよね、ボクチン見ちゃったんだよね。ちょっと手離すの遅かったね、あーれれ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 れと思いながら、あれれれれと思いながら座ってました。
人生楽しそう本当人生楽しそう、よかった。そう、ネタが湧いてくる日々そうなんですよ。もしそれが同級生じゃなくて弟くんだったらでも弟くんのインスタのストーリーをね見せてもらってたのよ今日。これ今日小学校同級生の女子たちが行ってるんだってみたいな集合写真、女の子の集合写真をね見せてもらったのよ。加工付きのインスタのなんかこれ漏れるやつの加工付きのね集合写真みたいな、何人か写ってるやつ見せてもらったんだけど、弟のタイプっぽい子いないんだよね多分。弟のねタイプは私だから、これ間違いない、これ決定、これだもう誰が何と言おうとしと異論は認めないんだけど、私だから、私っぽいタイプはね多分いなかったのよ多分。これだからね多分大丈夫だと思うんだよね、きっと大丈夫。そうだから大丈夫だと思うんですけど、まあ、万が一ね、万が一見ちゃったらもうそれはもう真ん中に座るよの、もう弟と彼女さんの真ん中に座る、ここにドン。弟はツイッターしてないの？してないんじゃないかな、インスタだけだと思うよ多分。のんのんみたいな子はそうそういない、間違いない。サッカーやってる子はモテるよマジで。いやモテないはずがないでしょ、うちの弟が。先生も言ってたもん、中学校 の, あの弟のクラスを受け持つ先生に、先生正直に言ってください、弟やっぱ彼女いますかね、聞いたら、いやモテるとは思うんだけど彼女はねいないと思う、ずっと男通るって言ってたから多分大丈夫、多分大丈夫です、安心してみんな、うちの弟の純白は保たれてる。でもなんかさっきさらっと車乗ってる時に、そういえばこの前一昨日だっけ、一昨日電話でくくられた、あんなんてと思いながら聞き流しておきました。電話で告られたらしいです、電話で。いや電話はダメだよ、電話で告るような女の子は、電話で告るような女の子は偏見だけどろくなやついない偏見だけど、偏見ですけど、やっちゃ直接ね、直接目を見て言っていかないと、そういうのはうんダメ。しかもねそういうのも偏見すぎるやろ。ダメだよそれは。でも言うならもう直接やらなきゃ、もう相手の表情を見てきちんと誠意を伝える、大事です。どんな声方ならいいのかな、まあ私の目の前で弟に来る度胸があるなら認めましょう認めましょう、もうそれは認めるよ、だって目の前だよ私の、それは認めるそれは認めるよ、うん、それ以外は認めない、それ以外は認めません。
子役されるの慣れてる？弟？分かんない。分かんない。何の絵を送っていいですか？いいよ。いいよ。もうそれでも私の目の前で告るならもうそれはもう弟お願いしますって言うよ。やだ。でも告白させない空気にするんやろ。おう。もうもはや呼び出さない、もはや呼び出せない空気にします。弟保護隊なんで。こんばんは、こんばんは。だってね、今日あのお買い物行ってて、私もう日用品とかが全部なくて、パック系とかあの化粧水とかあのヘアオイル系が一気になくなっちゃったんで、買いに行こうと思って買って、で夕方くらいに弟とお母さんと待ち合わせしてご飯食べて弟を酒屋に連れて行くみたいな感じで弟と待ち合わせしたんですけど、めっちゃ買っちゃってさ、あのめっちゃ重たかったのよ。で重って言ってたら弟がね持ってくれたの。超かっこよくない？何あのイケメン。うちの弟マジかわいい。どんどんマジで結婚してください。ごめんなさい。付き合ってください。ごめんなさい。買った、そうめっちゃ買ったの。今日めちゃめちゃ買ったんですよ。そしたらね、あの持ってくれたの弟くんが。誰あのイケメンと思って一目惚れしました。そしたらまさかの弟でした。キャーま超重たかったが本当にマジで重たかった。だってねめっちゃ入ってたもん、いろいろ入ってた。バセウでもバイセンたちには草生える、僕の毒の僕のウォルト、僕らはレペゼン琉球場。私からもう一度しようかな。待ってるにょん。ラップにハマってきた。ハマってるんすよ最近。なんかラップをめちゃめちゃかっこつけてることにハマってて、ずっとひたすらねお風呂とかでねラップしてんの。ガールと話すのが血汗る、でもパイセンたちにはこそ生える、僕の毒のウォルト、僕と僕らはレペゼン琉球場。一目惚れしました、ごめんなさい。あるんだけど、これをねかけてしまうと止まらなくなるのラップが。だからマジやばいの。だからもしね私がこれをかけてしまったらもうみんな止めてください、全力で。危ないって止めてください。そうじゃないと止まんなくなっちゃうから、ラップがもう口からフワーみたいになるから、マジでこれがね重要なのよ。重要なの。全力で見届けます。止めなさい。リーズナブルな完成度プラススケスケばかりのイミテーション、あいつになりたくてもがいてもそこで死ぬ目のように沈んでくよ。リーズナブルな完成度プラススケスケばかりのイミテーション、吹きダブルに火つけて君の心に落とすイマジネーション、わがままやな。めっちゃハマってんのよ今。ニッケルパンチで火つけて君の心に踊るイマジネーション。みんな聞いてみて、超ノリノリできるからって。
首もうここで乗れるよ、ご飯食べたとこで。ニッケル版して火つけて君の心に映すイマジネーション。55分だってみんな。いやあみんな、私は55分には帰…あ、間違えた。王子様、時間が来てしまったようです。私は帰らないといけません。止めないでください、王子様。もうすぐ55分の鐘が鳴ります。私は帰らなければなりません。ということで、ランキング発表したいと思います。13位、宮川隆さん、ありがとうございます。12位、愛知さん、ありがとうございます。11位、縁屋さん、ありがとうございます。12位、年収220万さん、ありがとうございます。9位、リカさん、ありがとうございます。8位、夏さん、ありがとうございます。7位、スノーさん、ありがとうございます。6位、ハウさん、ありがとうございます。5位、カイスさん、ありがとうございます。4位、熊城さん、ありがとうございます。山本タレント、アマゾンさん、ありがとうございます。2位、ケンオパチさん、ありがとうございます。そして1位は、ドルル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 ルン。元気くんです。ありがとうございます。元気くん、ありがとう。キャッチフレーズをしたいと思います。のがもっともっとって言ったら、もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと、奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。17歳、のんのんこと奥もと批判です。よろしくお願いします。イェイ。はい。ということでね、皆様本日も見てくださってありがとうございました。また、明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。それではお風呂に入って爆睡したいと思います。バイビーノ、バイバーイ、バイバイ。みんな左手から美少女おやすみ、みんなバイバーイ。